桜の湯観光物産センターに来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何の集まりでしょうか？これは酪農女性部の、はい、うん、あの会でございます、はい。サーモンとブロッコリーのクリーム煮っていうことで、はいはいはい、まあ、これからの時期にはいいかなと。最高ですね、はい、桜の湯へリハビリ温泉使ってます今ではでは、 ではではまずブロッコリーをお塩を少し入れて、はいはいはい、ブロッコリーをちょっとこれ火強くした方がいい。湯がいていきます。はい、煮込むのであまり長く茹でなくて、はい、大丈夫ですね、はい、大丈夫です。オリーブオイルを、はい、バターと、はい、玉ねぎを入れていきます。オリーブオイル、はい、オリーブオイルで、はいはい、鮭を焼いていきます、はい、しっかり火、あとから煮込むんで、はい、しっかり中まで火通らなくてもいいんで、はい、これも全部揚げます。はい、中に揚げちゃいます。これがしんだりしたら小麦粉を入れます。小麦粉、これ大さじ1です。大さじ1です、はい、次牛乳 200cc です。ゆっくり入れます。ゆっくり入れます。ゆっくり入れます。生クリームを入れて、鮭入れて、はい、でブロッコリーを入れちゃいます。でこれで大体5分、すごい5分間ぐらいコトコトと煮込みます。仕上げに塩コショウと、はい、ちょっとお塩パラパラします。はい、醤油とコショウです。はい、お醤油ちょっと入れて、はい、コショウを、はいはい、こんなもんで鮭とブロッコリーのクリームに、はい、完成です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ですか？肌ツルツル、お肌なんかトロトロしてて、お肌スルスルになりました。っていうかすっぴんですからね、彼女たち。それがまず羨ましくないですか？皆さん揃ったとこで、ここでディエコアレンジ。